ワイヤレスエクステンダーの設定方法について説明します。最初にエクステンダーを配置します。エクステンダー本体側面の切り替えスイッチをエクステンダーにします。エクステンダーをコンセントに差し込みます。初期設定時は無線 LAN 親機の近くのコンセントを使用して設置することをお勧めします。電源 LED が緑色に点灯するまでお待ちください。電源 LED が点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。次に、ワイヤレスネットワークに接続します。次の2つの方法があります。WPS で接続する場合の手順を説明します。エクステンダー本体側面の WPS ボタンを押します。WPS LED が点滅します。2分以内に無線 LAN 親機の WPS ボタンを押します。接続が確立すると、ルーターリンク LED が点灯し、既存の無線 LAN ネットワークに接続されます。ルーターリンク LED が点灯しない場合は、もう一度お試しください。それでもルーターリンク LED が点灯しない場合は、ネットギア時に簡単設定をお試しください。PC やスマートフォンで、エクステンダーのワイヤレスネットワークに接続し、ブラウザーのアドレス欄に URL を入力します。新しいエクステンダーのセットアップをクリックします。アカウントの作成画面が表示されるので、すべての欄に入力し、次へボタンをクリックします。続けるボタンをクリックします。拡張するワイヤレスネットワークを選択して、次へボタンをクリックします。パスワードを入力して、次へボタンをクリックします。ネットワークの種類をボタンで選択します。必要に応じて、ネットワーク名、ワイヤレスオプションを変更し、次へボタンをクリックします。設定が適用され、このような画面が表示されます。PC やスマートフォンから、エクステンダーネットワークに接続します。続けるボタンをクリックします。次へボタンをクリックします。これで設定完了です。最後に、設置場所を移動します。エクステンダーをコンセントから取り外して、無線 LAN の電波の弱いところに移動します。エクステンダーをコンセントに差し込み、電源 LED が点灯するまでお待ちください。エクステンダー前面の LED を使って、エクステンダーと無線 LAN 親機の接続が最適となる場所を選んでください。これで設定完了です。ご覧いただき、ありがとうございました。